ありがたいことにですね、今日は朝4時半にですね、お日の本が売れました。愛気がいいです。ありがとうございます。熊日新聞の配達員様が購入です。金箔が吹いても剥げない国産仏壇、お仏壇の販売が 天職永田光輝でございます2021年10月の今日は15日金曜日今ちょうどですね朝5時56分朝動画でございます実はですね 今日から朝4時出勤になってるんです。今まで朝4時起き、朝4時半出勤、海軍社長だったんですけど、今日はもう朝3時35分に起きてですね、もう4時出勤ってことで、一番実は YouTube ショートとかや,やり出したものですから、ちょっと時間がないなと思ってですね、30分早め。そしたらですね、ありがたい。っぱ早起きは3問のトップですなぁ。もうありがたいことでございます。あの、熊日新聞の配達される方がですね、社長って、 あの観音経はありますかってあありますよちょうど一冊あったんですよでですねああうどうぞですああじゃあ,あ,あ1500円の観音経を一貫ですね買っていただきました誠にありがとうございます嬉しいです朝一番にですねであの一発の反対配達員さんもいししですねおたこは毎朝早いかなっていやいやもう配達員さんほどのことは仲ですよって話聞いたらやっぱ郵便配達は一時置きだそうですねはあってでやっぱりおっしゃってらっしゃいました最近、ね、イノシシのオッケー怖かもんなっておっしゃってらっしゃいましたあそうなんですかって あやどんな人はこう単車で行けよっと横ばピーって抜いていくそうですねそれとか目の前はピーって遊び寄りそうです完全にまああの人に完全に慣れてるとイノシシがもうあの町育ちで町生まれというかですねもう山から降りてきたんじゃなくてもういや町で育ってるもんやから単車ぐらいやったらあやっとんな逃げんもんなと。 こでですね用さされてくださいということとござまました、まあ、何はともあれですね、やっぱ早起きは三文の得それとですね、各種お教本、いろいろ取り揃えております。あのー、言ってください。ない場合にはまた取り寄せもできます。在庫もこれだけあります。それと、えー、こちらにありますけど、 こちらがテープですね。それと CD ですね。各種ございますので、言ってください。よろしくお願い申し上げます。一応ですね。まあ、朝4時には頑張って起きようかなと思っておりますので、日本一早起き仏壇店、一つ皆様よろしくお願い申し上げます。はい。で、ここまで、この動画を見ていただいてありがとうございます。皆様の開運もあって、お祈り申し上げます。